ロー、もっちヘア。こんにちは。みんな元気にしてましたか？今日はみんなに DNA サーバーとグローバルサーバーのダブメットイベントでのプリングレートの比較動画を見てもらいたいと思います。DNA サーバーがどんな感じなのかと、あとはバチャとかのプリングレートがどんな感じなのかに興味があったので、DNA サーバーにもアカウントを作って今まで様子を見てきました。今回はグローバルサーバーとの比較をするために、DNA サーバーでバブメトイベントに500回挑戦してみました。このイベントはグローバルサーバーでは6ヶ月前に開催されてたんだけど、DNA サーバーでは10月7日から20日まで開催されてました。このイベントでゲットすることができるリバースは、まずはリディーマブルリバースで、国はガチャをするたびにコインをゲットすることができるので、それを使って欲しいものと交換することができます。次はガチャリワードで、これはバブメトキーを使ってガチャを引くことでゲットすることができるリワードです。結論としては、ニャーをゲットすることができる確率は、グローバルサーバーと同じぐらいか、ひょっとすると DNA サーバーの方がちょっと低いかなっていう印象を受けました。グローバルサーバーのバブメトイベントでは、少なくても500回引くと7500ニャーをゲットすることができてました。ただ、シギルをゲットすることができる率は、DNA サーバーの方がかなり高くて、平均で100回引くたびにシギルを1つゲットできるという結果になりました。グローバルでの平均は374回引くたびにシギル1個という結果でした。ただ、国はひょっとしたらサーバーの違いっていうわけじゃなくて、運とかによるものかもしれないっていうこともあります。いつもみたいに詳細の方は英語でディスクリプションに書いてあるので、よかったら時間があるときにチェックしてみてください。いつも無知のことを応援してくれて、本当にありがとうございます。みんなからのコメント楽しみに待ってます。今日も素敵な一日を過ごしてください。じゃあ、またねー。もっちー、センディングサンシャイン。